24時間生活していきたいと思います。今日一日僕は青い駄菓子しか食べることができませんっていう感じで、駄菓子屋さんで青色のお菓子をたくさん購入してきたんですけど、これが限界でした。青って少ないっていう感じで、朝9時なんですけど食べていきたいと思います。お腹はすごく空いてます。なんで地球グミが駄菓子かわかんないんだけど、駄菓子屋さんで買ってよく考えたら家に地球グミがあるなと思ったのでね、この地球グミも入れてみました。ちょっと地球グミからいただきます。一番お腹膨れると思う。いただきます。青いげ、うん、よく噛んで味わって食べればお腹も割と甘いね。青いものって甘いものばっかですね。地球グミがね、結構甘いから、ちょっと甘いの一旦控えようと思ったけど、これいってみるか。一応ね、唯一飯って名前がついてる忍者飯。ラムネ味という感じです。現代忍者たちの小腹満たしだって、いきなり地球グミでね、甘くなったからこれで。これも甘いだろうけど、忍者飯。うん、買った。食感美味しい。これ周りがパリッてしてて中に硬いグミがあって食感が美味しい。果たして駄菓子だけでお腹は膨れすることができるのか。僕の大好きなガブリチュウがあるので、いただきます。遠足でガブリチュウは絶対持ってってた。これお腹膨れるでしょ。美味しい。やっぱね、地球グミめっちゃ甘い。ガブリチュウがそこまで甘く感じないもん、地球グミの後に食べると。これも硬いね。顎が疲れる。まあラムネが多いね、パッと見。青ってさ、ラムネばっかだから味的にもきついかもしれません。サイダー、ラムネ、サイダー、ソーダ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 が多いね。サイダー、サイダー。口の中甘くなりました。青い駄菓子縛りきついかも。一旦空腹は紛れたので、ごちそうさまでした。はい、お昼12時なんですけども、腹ペコまで来ちゃいました。甘いのでお腹いっぱいで、正直気持ち悪くなりそうなの。このグミいきましょう。グミはいいね。魔剣グミ、これはいいね。いただきます。おいしい。もっと買えばよかった、魔剣グミ。ラスト、さあどうしようか。もう一回忍者飯を挟もう。数がね少ないから、忍者飯。よし、これ気になります。地球グミみたいな感じ、ほらどんな感じだろう。あ、こんなサイズ感です。いただきます。うわ、柔らかい。なんかふわふわ、口どけふんわり、エアイン製法、ふわふわ、コロコロ美味しい。確かにその通り甘いね。続いてこちら、ガブリチュウとの違いを。甘さ控えめだ。もう僕の感覚が狂ってきてる可能性はあるけど、お腹も落ち着いてきたので、こちら今回最後に食べます。中にとろーり超酸っぱいのが3個に1個入ってます。じゃあ僕は真ん中、いただきます。酸っぱいの苦手だからさ。うん、セーフ。こうふにゃふにゃなガム。こんなふにゃふにゃだったっけ、このガム。よく考えたらガムでお腹膨れないのに。ガム、ガム、ガムが多いですね。ただ青いお菓子が本当になくて。口の中甘くなっちゃった。ごちそうさまでした。はい、今は5時15分で動画もねアップして、その間にこれだけ食べました。食べきりました。で、お腹がね、ちょっと空いて食べてって感じのことを繰り返してます。で、これ食べたいと思います。うん、美味しい。甘すぎないから今にめちゃくちゃいい。あ、めっちゃ美味しい。ではちょっとお腹もねそれなりについてきたので、地球グミもう一個いきます。ちょっと常温にしてるんだけど、一番お腹が膨れる。これね、練り飴もねいきたいと思います。やばいね。地球グミの後に食べたらね、全く味しない。地球グミがいかに甘すぎるのか。うわー、映え映え。うわー、すごい映えてる。素晴らしい。ちょっとお腹空いてるから結構多めに。綺麗。ブルーってすごく綺麗。ちょっと今度から水飴はブルーにしようかな。綺麗なんだけど。しっかり練って。はい、練ったことで半透明な感じになりました。よし、じゃあ食べます。いただきます。やばいな、練り飴が甘さ控えめに感じちゃう。地球グミって恐ろしい。完食。お
中はまだまだだな。この長いロングチューハイチューみたいなやついきます。本当に青の食べ物って砂糖ばっかだね。はい、うーん、おいしい。少しずつ食べよう。これいくか。実は好きでね、取っておいたんですけど、これ食べます。これおいしいよね。はい、チューイングかキャンディー系。違う、これは違うけどさ、噛みすぎて顎が痛い。弾力があるもの多いね。地球グミもそうだけど。面白い。顎が痛い。顎が痛いので、飴いきまーす。ちなみに夜ご飯なのでたくさん食べてます。青色ですね。こういう飴久しぶりに食べる。これ、シャーベットペロ。パウダーをつけて。いただきます。酸っぱ。あー、酸っぱ。子供の頃よく食べてたな。酸っぱいのに。噛まなくていいけどね。口の中甘い。これを食べながら休憩します。まだ5時半前なので、寝るまでお腹すいくと思うので、頑張ります。夜8時でーす。これ食べて、これも食べて、これも食べて、これも食べました。でも、最後のご飯ということで、ちょっと気になるの最後に食べます。まずこれね。じゃじゃーん。かわいい。これ食べてみましょう。甘いの食べすぎてちょっとね、気持ち悪さがありますね。青の食べ物って結構過酷。味も全部一緒だし、甘いし。これはいい。ラムネね、甘すぎなくていい。もうグミとかガムとかばっかやったからさ、美味しい。これね、せっかくだから行ってみますか。すごっ、こういうコーンがついてます。ちょっと今お水入れたらね、こんな感じになった。うわー、もこもこだ。これでソフトクリーム。水色のね、ソフトだからね、勘違いしたけど水色じゃない。うわ、本当に泡。この泡をこのカップに乗っけて。いい匂いしてる。で、匂いがちょっとサイダーから離れられるチャンス。え、でもサイダーの匂いだよこれ。ソフトクリーム、かわいい。いただきます。うーん、めっちゃサイダー。今までで一番濃いわ。青ってサイダーしかない。コーンがね、お腹にちょうど膨れていい感じではあるけど、いけるとこまで積んでみる。はい、こぼれそう。うん、かなり酸っぱい。ちょっと気になるの他にも行きたい。この飴ですね。かわいい、この飴は。はい、超かわいい。おいしい。うん、水飴とはまたやっぱ違っていいですね。おいしい。目が取れてた。あ、これ目が取れたわけじゃなくて、袋にこう、名前ペンでこんな感じで書いてあった。なんかサイダーの味するんだけど。せっかくなんかサイダー卒業できたかなと思ったら、かき氷のね、サイダーの味する。棒付きのね、キャンディーって憧れだよね。最後を締めくくりますはこちら。いきます。さあ、2分の1で酸っぱいか酸っぱくないか。これいきます。うん、酸っぱいのかも。そもそもソーダ味だかわかんない。もう一個食べてみよう。うん、酸っぱ。当たり引いてた。酸っぱ。マジだ、超酸っぱい。うん、うわ、酸っぱ。よくさ、3人で分けた時にさ、みんな酸っぱくないみたいな事件起きるじゃん。すごい酸っぱい、僕からすると。いや、せっかくなので最後こちら、やっぱこれ最後で青べ行きましょう。9時もあるって。外れ。青山の生活、最後は青くなって終わります。青べの味もサイダーなんだけど、うん、ソーダ味。え、待って、うわー。想像以上に青いよね。あー、想像以上に青い。思ってた10倍青かった。24時間青山の生活達成でーす。もうほぼ味はソーダ味。ソーダもサイダーも一緒だし、ラムネが若干違うかなって思うけど、一緒だからね、ほぼ味がね。それが辛かったのと、グミガム率が高いから顎が疲れるっていう感じです。他にもね、気になるお菓子あるんですけど、好きな時に食べたいと思います。この動画が面白かった、頑張ったと思った方は、ぜひグッドボタン、チャンネル登録お願いします。バイバーイ。